ニューヨークの店舗名シーズは、アメリカ合衆国ニューヨークに本部がある百貨店。オハイオ州シンシナティの RH 名シー社が、経営している。1851年、マサチューセッツ州ヘイバリルで、ローランド・ハッシー名シーによって創業。1858年に、ニューヨークに移転、マインハッタンの6番街14丁目に、 ニューヨーク最初の店舗を構えた。1902年には、ブロードウェイと34丁目角のヘラルドスクエアに移転。その後も、さらに店舗拡大を繰り返し、現在では6番街と7番街、34丁目と35丁目の各通りに囲まれた一角のすべてを占めるまでに広がった。この期間店舗は198,500。 平方メートルの売り場面積を誇り、2009年3月3日に、韓国風山市に新世界、センタムシティ百貨店が開業するまでは、百貨店の単独店舗としては、世界最大であった。同店に、世界最大の座を譲った現在もニューヨーク店は、世界最大の百貨店であると報告されている。ヘラルドスクエア店は、1932年の映画、 モダンタイムスや1947年の映画34丁目の奇跡の舞台となった。20世紀中からメイシーズ自ら新店舗を出店するとともに他州に拠点を置くデパートを買収してはメイシーズの店舗に置き換えて店舗数を拡大していった。2012年の売上高は全米のデパートチェーンの中で最大収益は16位であった。 2008年のリーマンショックで株価の安値をつけ、その後は2012年から2015年頃まで株価は回復するが、以降は株価の下落を招いている。amazon.com のようなネット販売に押されてのものと推測されている。2017年春には全15万8000人の従業員のうち管理職クラスが6200人、店舗運営に携わる。 従業員を3900人のリストラを行うと、共に63店舗を閉店する。数年以内にはさらに32店舗を閉店する予定。2014年現在は、機関店のヘラルドスクエア店を含め、全米45州を呼び、グアムとプエルトリコに合計789店舗を展開していた。 メイシーズの店舗がない州は、アラスカ州、アーカンソー州、アイオワ州、ミシシッピ州、そしてネブラスカ州だけであったが、アマゾンをはじめとする、e コマース市場の影響を受け、2017年より1万人を超えるリストラや不採算店舗の閉鎖が進められており、2017年には、店舗数が666に減少した。長年、独立記念日にマンハッタンとブルックリンの間の、 イーストリーバーで行われる花火大会や、感謝祭の日の朝やクリスマスに、マインハッタンで行われる、パレードのメインスポンサーである。クリスマス前後の時期には凝った、装飾のショーウィンドウを展開することでも知られる。また、店内にサンタランドというアトラクションが登場する。春には、メイシーズフラワーショーが開催される。店内のエスカレータには、今では、 珍しい木製のものがあり、ニューヨーク市で最古級のエスカレータとして知られている。RH メーシー社の親会社であるメイシーズインクは同じくアメリカの百貨店チェーンであり、高級志向のブルーミングデールズも所有している。ありがとうございます。